吉田さん「貝の紐って美味しいですよねドン・キホーテにも貝の紐を詰めたこうやってパックがあるんですけどもついつい多めに買っちゃうんですよねうん美味しくって止まらなくなるんで最近は控えてますけども吉田さんも好きですかあれって昔捨ててたんですよね昔捨てていたけども今は貴重品みたいなものがなんとねお寿司の中でも人気のマグロザ・日本人が寿司といえば上位に必ず上がってくるのがマグロなんですけども もともとマグロって、下船の食べ物だったんですよ。いや、不思議ですよね。というのがね、傷みやすくて生臭い。しかも、マグロってでかいですから、取るのが大変なんですよ。まあ、ですんでね、危険もありますし、あの漁に対しての危険もね。だからマグロってあんまり重宝されてなかったんですよね。ただ、3800年前から日本人はマグロを何らかの形で食べていたそうです。そそれこそ 煮たたたりり焼いししてツナにしててに食べたっていう記録もあるそうなんですよじゃあそのマグロがなんでねあの今ザ・お寿司の代表格になってるかというとマグロの美味しさに気づいたそしてどうやって食べたらいいかわさびや調味料をどういうふうに調合したらいいのかっていうふうな見識が広まっていたことと皮肉にもマグロがあんまり人気がなかったんでこのマグロを何とかして食べてやろうっていうふうな工夫がそこに息づいたんですよね。 で塩で保存するみたいな方法が生まれたりとかマグロをまあある一定のね、えー、養殖に近い形で確保してなるべく鮮度を保つような氷詰めの方法が開発されたりとかっていうのでマグロの美味しさが分かってきたということとあとマグロのね部位ですよねマは塩焼きにとかねまあお刺身もするんだけども照り焼きにしたりとかねそれから煮つけにしたりとかマグロの調理方法もいろいろ変わっていく中で あどうやらトロっていう部分があってその中トロっていうところが一番おいしいらしいぞみたいになってねその中トロのおいしい食べ方も開発されていたってことになりますですんで醤油とか調味料わさび生姜こういったものの発達と育成に関しましてもマグロのおいしさを十分引き出すのに手伝ったみたいですねそして豊富なお米を生かした酢飯この開発によって酢飯とマグロのトロを組み合わせると抜群においしいぞと。 しかも、醤油やわさびをつけることによって、臭みも消えて、保存も効くと。これはいいぞって感じで、長い歴史、長い人気のなかった歴史にスポットを当て続けた人がいたから、マグロっていうのがね、今、引っ張りだこになったということなんですよ。ですんで、今、日の目を見ない人でも、必ずその味付けによって、急に脚光を浴びたりするんですよね。まあ、そういったところが、あらゆる人、あらゆるものにあるのかなと思います。まあ、例えばね、 私の10代の頃に GX71 とか81っていうマーク2の方があったんですけどもものすごくまあ高級車の中でも割とねリーズナブルでハイソサイティーカーっていう感じでね家庭用のカローラみたいなのとあとクラウンみたいな上級車の間に生まれたんですよねこれがかなり20代30代を中心にヒットしたんですけども出回りすぎてね中古車価格が20万円前後になっちゃったんですよでも今令和4年になってくるとこの マーク2すごい人気なんですよねだからね何をもって人気となすか数が多いから人気なのか少ないのから人気なのか様々ですよね今回はマグロでお届けしました